では皆さんこんにちは。こんにちは。広報リスクマネジメント研究会、何回目になったのかもう忘れましたが、まあ、月に1回このような形で、活動しています。で今日のゲストスピーカーは田丸誠さんということで、東京会の理事をしています。そしてご自身で会社を持っていて、誠シークレットサービスの社長ということで、要人警護をなさっています。で元あの機動隊ということもあり、非常に頼りになるということで、今日は、怪しい人の見抜き方というテーマで、私が田丸さんにインタビューするような形式で進めたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、約1時間なんですけど、スタートが遅れてしまったので30分ぐらいちょっと話、30分、40分ぐらい話をした上で、それからまあ皆さんに質問を受けたり、まあ、途中で質問していただいてもいいですし、まあ、割とざっくばらんに行きたいと思います。まあ、今回の企画としては、その京王線の事故も事件もありましたし、この研究会ではコミュニケーションの仕方って、良い印象を与えることが結構メインなんですけども、近づいちゃいけない人っていうのもいると思うので、ちょっと今日は全く違う切り口なんですけど、怪しい人だとかコミュニケーションをあえて取っちゃいけないというようなところのヒントを教えていただければと思います。じゃあ田丸さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。でもちょっと最初に今ざっと自己紹介をしましたけど、今までこうどんなことをしてきたのか、少し、まあ、会社の説明も含めて補足していただければと思います。はいはい、はじめまして、田丸と申します。私はもともと千葉県警におりまして、まあそんな年数は長くなかったんですけども、当初在籍中にですね、日韓サッカーワールドカップというものがございまして、でまあそういった関係からですね、割とその警察学校を卒業してからすぐに所轄警察署に行かせてもらって、そこからまたすぐに機動隊に移動するみたいなことがございまして、でまあ機動隊にいながら、そういうサッカー選手ですね、いわゆる第三国の国家予算ぐらいのお金をもらうような選手たちがゴロゴロ日本と韓国行ったり来たりするっていうところで、いろいろとお仕事をさせてもらったっていう経緯がございました。でまあ警察を志半ばにしてと申しますか、まあ、ちょっと家の事情で私実家が郵便局だったもんですから、郵便局継ぐとか継がないとかそういう話で、東京に戻ることになりまして、でその後、まあ、結局ですね、千葉県警時代の恩師に要人警護専門の警察 OB の会社を紹介してもらいまして、そこで、まあ、7、8年ですか、いろんな、まあ、いわゆる一部上場企業とか大企業といわれるところの経営者の方の警護、身辺警護とかをやらせていただいて、また危機管理でですね、いろいろ警護をしながらも、サポートしていくというような、企業の危機管理をサポートしていくということに携わりまして、で、まあ、その後起業したということでございます。で、まあ、起業の経緯等々話していると時間がなくなってしまうんで、まあ、現在は法人のサポート、それから個人のそういう危機管理のサポートと、大きく言ったらその2つの側面で活動させていただいているという現在でございます。はい、で早速中身なんですけど、はい、まあ、京王線の事件って、まあ、私も京王線に住んでるので、そうですね、あとこの間は小田急線もあったし、そうですね、ちょうどね小田急線と京王線の真ん中にあって、はい、かなりリスクとしては高い時期になったっていうね、はい、ということもあるんですけども、はい、ちょっと京王線の事故で印象的だったのは、あの人ね、若者、タバコ吸いながらナイフ持ってて、それでね、それでいながら注意した人がいると、で、はい、注意した人が結局刺されたわけじゃないですか、そうですね、だあれってすごいリスクの高いことしてるなと思っていて、はい、また田丸さんからすると、あの事件って、まあ、いろんな見方があるんですけど、私はコミュニケーションという意味から、まあ、やっぱり近づいちゃいけない人っていうのはいるだろうから、はい、なんでわざわざそんな危険な人にあの人は声をかけて注意したのかなっていうのはすごく不思議だったんですけど、はい、その田丸さんから言ったら、やっぱりこの怪しい人っていうか危険な人ってやっぱり近づいちゃいけないんですよね。そうですね、もう基本的にはリスクヘッジ、それこそリスクマネジメントで考えたらですね、危険な人に近づく必要もないし、危険な人かどうか判別はできないけど、ちょっと変とか、なんかこう
肌感覚で、まあ、第六感というほどでもないですけれども違和感感じる時っていうのはそれって結構正しいことが多いんですよね。私みたいな警察官やってたプロはもちろんそういうのが多分一般の方より早く働くと思うんですけども、そうじゃなくてもんなんかちょっと隣の車両がなんか騒がしいとか、なんで騒がしいかちょっと分かんないとか、まあ、電車の話で言ったら例えばそんなことですね。ホームでもなんか自分のいるホームは静かだけど向かいのホームでなんかわさわさしてる、駅員さん走ってるよみたいな、なんだろう思うわけですね。でもみんな今の時代ってこれやってるじゃないですか、うん、iPhone 持ってる人が多くて意外と聞こえない、聞こえてないんですよ。でもちろんすごく性能がいいイヤホンみたいなのがあってコードつないでないやつですね。私が若い時はもうソニーのウォークマンの時代でしたから思いっきりつながってるんですけど、今はつながってないワイヤレスのやつでなんかポンってやっただけで、例えばポンポンってやっただけでその周囲の音がすごくこうノイズキャンセルっていうんですか、キャンセラーわかんないですけど、要するに音が入らなくなる、つまり自分の好きな音楽とか勉強の話とかそういうのがすごく聞こえるような状況になってる人が多分多いと思うんですね。なのでまあ効率よく時間を過ごすために歩きながらのスマホとか電車に座って出勤途中退勤途中にやるのは別に悪いことではないと思うんですけど、でも今回みたいな事件、京王線の事件、小田急線の事件みたいなのが頻発してるってことを考えると、リスクマネジメント、リスクヘッジとして何すべきかって言ったらやらないこととかそういうことになりますよね。うん、でそのなんか怪しい人って、はい、やっぱり例えば動きだとか、はい、あの目つきだとか、はい、ですよね、はい、どこを見ればいいんですか、まず最初に。まず最初に服装とかもう本当に全体から捉えるといいと思うんですよ。まず例えば今冬じゃないですか、もう間もなく冬で寒くなってきて、まあ、コートとか今の季節だと着てる人も着てない人もいると思うんですけど、そんな時にタンクトップに短パンとかだったら、あこれちょっと変だなって分かるわけですよ、誰が見ても。でも今現在向かいに座ってるけど、例えば電車の中としますと危害を加えるわけでもない、変なことを叫んでるわけでもない、でもなんかブツブツ言ってると、それってもうなんか変な人だな、でも今までの日本人の感覚からいくと変な人だけど別に危害を及ぼさないからまあいいかって聞いてたりスマホゲームやってたりするわけですよ。だから発生事件が発生する前に本来だったらそういう兆候に気づくってことは大事で、だから全体を見て、この今電車の話しましたけど、例えばホームにいておかしいのかおかしくないのかの姿形格好とかも一つポイントなのかなと、うん、まあ、姿は分かりやすいですね、はい、でまあそういうところから少しずつ絞り込んでいくってことですよね。服装ね、そう、服装とか外見、姿勢とか、姿勢って例えばどういうことですか、姿勢で、例えば何かこうすごくこうなんていうんでしょう、やってみて、年齢的に若い人なのにすごく下向いてなんかブズ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 言ってるとこういうのになってる人とかいたらちょっと違和感あるじゃないですか、うん、違和感あるけど、あ変な人って顔は皆さん電車内だったら例えば、うん、もう電車内の話ばっかりしちゃって申し訳ないんですけど、うん、するけど別に混んでたりとかすると別に移動までしようって人、まあ、中には最近ね不穏な空気が多いからいると思うんですけど、そういう人がもっと増えればいいと思うんですね、うん、そうすると危険を回避できるのかなと思いますね。ちょっとおかしいと思ったらまずその距離を取る、ちょっと逃げるっていうか、あの距離を取る、ね、距離を取るっていうか、ね、はい、だからそこが何なのかって、うん、警察官でもないのに、うん、興味を持って近づいたりとか、うん、大丈夫ですかとかやることが今や危険になってしまう、うん、昔ながらの日本人の感覚、隣人とも仲良くっていう感覚で言ったら、もともと農耕民族でアングロサクソンじゃないわけだから、うん、なんか困ってる人で大丈夫ですか、酔ってる人いたら水あげるとか、うん、まあ、そういう善行って大事なことだし、私は自分がそういうことをしてくる、してきた人生だから、それをやめるつもりは私はないけれども、わざわざ危険に近づく必要がない仕事の人とか、自分の身を守りたいっていう人は、そういった違和感を感じたらすぐにその場を離れるということも重要なのかなと思います。また大事なのはちょっと一回申し上げましたけど、
兆候を察知するということが一番大事ですね。さっき言った第六感みたいなものを働かせる。でも第六感を働かせるのに耳だったりとかが塞がっていると情報すごく限られますね。あとは疲れて、私も寝ちゃうことあるんですけど、電車でこうやって寝てるともう視覚で何割かとかは、それこそ皆さん先生方の方はね、あのリスクマネジメントの部分ではその辺はプロの皆さんだと思うんですけれども、その情報が限られてしまうと、そうすると認知に時間がかかると。なのでまあ例えば昔は電車の中で寝るとかありだったと思うんですけど、電車の中で寝るのはやめましょうとか、音楽聴くのもノイズキャンセルじゃなくって外の音も聞こえるようにして音楽聴きましょうとか、ノイズアイでね、ノイズアイのちゃんと聞くと、そういうことで眠らない、はい、眠らないとか、そういうことが大事ですね。あと距離を保つっていうのも大事ですね。だから不自然な形でなく駅が空きましたと、さっき言った、上半身がなんだタンクトップで半ズボン履いてるお兄さんかおじさんがまだブズ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 言ってると、なんてブズブズ言ってるけど着替えは加えてないけど、それとなくスーッと降りて違う車両で乗ればいいわけじゃないですか。でも目とか耳とかが塞がれてるとそういう情報が全然入ってこないんですよ、恐ろしいほどに。道路を歩いててもそうですよ。危険を察知するって意味言ったら、トヨタのハイブリッド車とかありますね。でトヨタがあったら日産もその他自動車メーカーみんなハイブリッド車出してます。あれいいですね、ガソリン持つから。僕も大賛成です。ただ音って意味で危険を察知するって言ったら、仮に音楽聴いてなくても本当にブワッていうことあると思うんですね。だからやっぱりそういう面でも危険をやっぱり察知するっていうのは、うん、なんでしょう、全身のそういう感覚を働かせて、あのなんていう予防措置を取るというか、そういう必要が出てくるのかなと思います。あともう一つ大事なことが、はい、もうずっと喋ってて申し訳ないんですけど、はい、あの不測の事態をシミュレーションしていくっていうのが大事なんですね。僕ら仕事でも例えば警護対象者にくっついて一緒に歩く時もある、一緒に車に乗る時もある、一緒に会議のところの会場に行って、その送り込んだら立ってる時もある。今何かあったらどうしよう、例えば地震です、日本だったら、例えば火事です、火事があった時に初めて行く、基本的には警護の時って例えばですけど実査って言って実地調査の略ですけど、お客さんから事前に情報をいただいていればそこの場所を必ず見に行くんですよ。でどんな建物で非常口がどこで出入り口が何箇所あって、トイレの場所、規制場所とかいろいろこう着眼点があるんですが、そういうのをさーっと見ておく、消火器はどこにあるのか、そういうことも大事ですね。地震とか火事とかってなったら、まあ、地震が起きたら火事が起きることもあると思うんで、消火器の場所ぐらい分かんないとグラウンド守れないからですね。それと同じように普段から電車乗るとき、あるいは自分が通勤通学圏内で歩く最中も含めて、家出た瞬間からですよ、もっと言ってしまえば家の周りですら違和感がないかっていうのを感じる必要があるんですよ、頭と体で。それが究極のリスクヘッジなんですよね。もう出た途端に、そうです、もう出る前からです全部五感を働かせて、はい、で消火器がある場所を常に歩きながら消火器をとか AED とかもそうです、例えばですよね、自分の大事な人が横でいきなりバタって倒れるかもしれませんよね、あるいはご近所でお世話になっている人が倒れた時にね、119番ぐらいみんなすると思うけど、その後何したらいいんだろうってなっちゃうと思うんですよ、そういう究極の場になったら。でまあこれはもう警護のやり方みたいになってしまいますけど、月曜日の我が家の外周の状態はどうなんだ、火曜日はどうなんだ、もっと言ったら土曜日は日曜日は祝日だとか、そこまでやったら完璧とは言わないけど、大げさに言いますよ、生存率は上がると思います。僕らは仕事でそういうところも見るわけですよ、クライアントのお家の周辺の異常の有無、月曜日は、ね、不法な駐車がいっぱいある、でもこの車は例えば、一本向こうの筋の山田さん家の車が洗車をして乾かすのにいつもここ止めてるとか、そういうとこまで全部分かっとくわけですよ。それがリスクヘッジなんですよね。さっきの電車に戻りますけど、電車の中に消火器って、はい、あるのかな、あ, ありますよね、きっとね、多分その場所を確認、だ電車乗るときも消火器の場所だとか、 AED も
AED はありますね、電車で。電車の中に見たことあります、うん、消火器はごめんなさい、ちょっと不勉強でわからないです。でも今テレビで盛んにやってるように非常用のボタンがあるって、それの場所とかも電車とか何々線っていう種類で違うと思うんで、そういうのもこれからは乗った時にちゃんと周りを見て怪しい人がいないか、あとは消火器とか AED とかっていうのをちゃんと見とくっていうのは大事ってことですね、はい、人だけじゃ。だから電車に乗る前の段階で、であるいは今回も2回も同じ電車内でパニックがあったわけじゃないですか、その時自分はどうするのか、それをよくシミュレーションしておくことですね。映像でありましたよね、あの今回のあの何でしたっけ、京王線の場合はみんながキャーとかもう我先にこう人をねかきのけて来てる様子が映ってました。いざってなったら人間そんなものなんですよ。でそんなもの、そんな状況、そういう人たちしか周りにいない時に自分はどうやって自分の命を守るのかっていうのをよく考えておくことですよね。ああいう場合っていうのは何が正解かなっていうのは分かんないんですよ。でも自分が心を落ち着かせて、何が一番リスクが高くて何が一番自分の身を安全に持っていけるのか、あるいは脱出できるのかっていうのを常日頃から何も起きてない平穏なある日、月曜日、水曜日、いつでもいいです。そういう時によく見ておく必要があるんですね。考えて自分でシミュレーションしてね。そうですね、ここで、そうです、自分の車両にそういうやつがいた場合、隣の車両にいた場合とか、でみんながこっちの方向に流れて逃げた場合、こっちの方向に流れて逃げた場合とか、全部違うと思うんですよ。窓が開く電車なのか、手動で開く電車もあります、勝手に開けれない窓もあります。だったらどの車両に乗ったらいいかとか、弱冷房車、強冷、あ、強いエアコンの、車両とかいろいろありますよね。女性専用車両とかいろいろあると思うんで、そういうのをシミュレーションしておくことですよね。あと、まあ、男性にはちょっと言いたいことなんですけども、ああいう風になっちゃったら変な言い方、ああいう頭のおかしな人を一対一でね対応するのはみんな嫌ですよ、正直。じゃあ私はその場にいたらどうするかって言ったら、お金がもらえないんだったら正直やりたくないですよ。仮にやれるスキルがあったとしても、だって商売やってるわけだから身の危険も全部もたらすわけだから。で現在本職じゃないから、警察官だったら非番でも皆さんのために僕は行きますよ、そういう仕事だったから。国民の税金でおまんま食わせていただいてたから全然行きますけど、今は違いますから、社員も抱えてますし、やっぱりリスク、ね、そういう意味のリスクヘッジもします。しかし、まあ、話ちょっとそれましたけど、ああやって逃げてばっかりでじゃあ助かるのかって言ったら助かんなきゃじゃないですか、ほんとはやっぱり立ち向かうってことも少し申し上げていきたいってところがあります。じゃあ具体的にどうするのかっていうことなんですが、まあ男性とかで、まあ、体格のいい人とか、まあ、その時その車両に乗ってる人で大柄な人とか、あるいは運動部の男の子とか、そういう人だけでもこう自分の身に持ってるものとか、例えば雨の日だったら傘がいい武器なんですよ、ナイフでいきなりこんなになってるやつとかいてもブスってこう刺すこともできるし、傘を広げて対応することもできるし、いろいろやりようがあるわけですね。まあ傘がなくても、だから電車によく颯爽としてて宣伝されててかっこいいんでしょうけど、何にも持たないで持ってる電車乗る人いるじゃないですか。これだけ危険がある時には夏だろうと冬だろうとなんか持ってた方が遮蔽物になるんで、これがナイフだとしたら今ブスッともう避ける間もなく刺されるわけじゃないですか。だけどスマホでもカバンでもあれば、そういうことです、そういうことです。よく海外ドラマでドキューンって心臓打たれてね、鉄の何かが入ってて助かる的なのとか、防弾チョッキに当たるみたいな感覚とちょっと似てますよね。だからナイフ持って暴れてるやつがいても、カバンとかで、カバンとかね、服とかこういった服とかも大事です。あっちものでもね、そうですそうです。で服とか持ちながら、まあ電車内は狭いですけど、仮に電車とするならみんなでそういう頭のおかしなやつ、被疑者のやつのやつを囲んで対応すれば、一人だったらほらあれだけど、数的優位っていうのも非常にその戦いの中では有利に働くんですよ。どんなに腕っぷしがある人でも、例えば5人7人に囲まれたら、例えば武道の有段者でもこれはふんどし締めてかからなきゃってやっぱなるわけですよ。もちろん一般人を
7人で取り囲むより武道の先生とかそういう人はすごい破壊力あると思うし、うん、身のこなしもいいと思いますよ、うん、もちろん。まあそういうことなんですよ。だからそういう頭のおかしい人に立ち向かうことも多少必要になってくるのかなと。でもそれをことさらなんて言うんだろう強く進めたいわけではないんですけど、結局誰かがね電車内で特急とかだったらしばらく止まらないです。そう、だから逃げようがないから。田舎の電車だとかなり長い間止まらないわけじゃないですか。そう、で海外ドラマとか海外の映画みたいに主人公は窓をぶち破ってすごいヒューとかいう、ね、特急から飛び降りてゴロゴロゴロとか言って平気だったりするけど、みんながみんなそんな運動神経ないんだから多分死にますよゴロゴロ、ね、だから飛び 出れない以上は今申し上げたやっぱ立ち向かうことが必要になってくると思うんですよね。でも女性やお年寄りや子供にそんなことを私は勧めるつもりはなくて、でも成人男性でこれはと少なくともその適当に言いますよ5人で囲んであれすればその場からそいつ動かなきゃいけないですか。その間に時間を稼ぐこともできるし、その間にわーっとああやって逃げた人の中でお利口さんがいればこういう風にしたら電車の外出れるとか、もう2回も電車の事件が続いてるんで、かなり今国民の間で電車の中の音でこうやって見てる人とか多いでしょうし、考えてなんかいい知恵をその場で瞬間的に出せる人とかって多分いると思うんですよ、男性女性老人子供問わず。なのでまあその人に続いては間違いないとも言えませんけども、まあそういうこともあるのかなというふうには考えておりますけどね。でちょっと視点を変えてその電車を運営する方なんですけど、はいはい、まあ、この怪しい人を乗せないようにすることって、はい、そもそもできるのかしら。例えばよろしいですか。僕あのもう数年前になりますけどシンガポールに毎年行ってたんです、いろいろ勉強とか仕事の関係 で、その時にシンガポールの地下鉄もって都心の方は東京みたいにいっぱいこうメトロが通ってるんですね、うん、普通の電車も通ってますけど、でまあ申し上げたいことはこういうことなんです。それが法的にどうなのかっていう問題があるんですけど、多分鉄道警察とかあるいは普通の警察とか警備会社も確か乗ってたかな、乗ってたけどみんな銃を持った人が乗ってるんですよシンガポール。そうそうそう、銃を持った人、もちろん日本の鉄道警察が銃持ってないわけじゃないんですけど、分かりやすい感じですね。自動小銃ぶら下げてこうやってね、あのアフガニスタンでもイラクでもないの歩いてるんですよ。それはテロ対策なんですよ要は。で日本より安心な国って言われてるシンガポールですらそうなんですよ。だから僕本館やってたんで警察の仕事を増やしたくて言ってるわけじゃないんですけど、むしろ増やしたら皆さんごめんなさいって感じなんですけど、あえてこの場で言わせていただくと、自動小銃ぐらい持った人がもう巡回すればいいと思うんですよ。新幹線とかだと今警備会社の警備員がうろうろしてますけど、素人が見たらこの人の立ち振る舞いが武道の達人だとかって分かんないじゃないですか。ましてそういう強行に及ぶやつっていうのはもう自暴自棄だから、そんなことも考えもしないでしょうから。でも分かりやすくないですか。小柄だろうと大柄だろうと自動小銃持ってうろうろされたら悪いことしようとは思わないですね。まあ、それ抑止効果になるってことですね。そういうことです。被害の未然防止なんですよ。よく私申し上げる人ですから、それ大事なんじゃないかなと思ってて、でもそれが鉄道運営する側と警察あるいは自衛隊なのか分かりませんけど、そういうところがそんな人を配置できるのかって問題もあるし、日本では僕は警備会社の社長やってますけど、当分警備会社に拳銃なり自動小銃なり持たせないと法律は多分できないと思いますけどね、うん、実際それは危ないと思うから僕は賛成か反対かって言ったらこの件の意見とは別に反対ですけどね、うん、警備会社もいろんな人いますから。あ、そうね、警備会社もとね。え、鉄道警察って日本にも鉄道警察あれますよ、全然、まあ、彼らは拳銃は持ってる、だってドラマにもなってたりするじゃん。拳銃は持って、もちろん拳銃だって持ってますよ。でもうろうろはしてないですよね。してない。どこにいるんですか。あまり見た。いや、拠点にいます。拠点にいる。鉄道警察の拠点にいて、なんか事件があるとバーッて行くってことです。じゃ今回もその鉄道警察は動いたのかな。いや、鉄道警察は分かんないですけど、鉄道警察がある駅だったりとか
そういうところでは動いてる可能性あります、ね、でも動いてる最中に起きた事件みたいなので、そうそうそう、ね、だからどっちかっていうと普段警備に当たってるおまわりさんがダーってその止まった駅に集まって、うん、犯人どこだみたいにやってる映像とかありましたよね、うんうん、だからホームに行っちゃえばもちろん警察はいるんだろうけど、乗ってる時に行っていないわけですよね、その車両の中で、ね、だからさっき言った話に戻っちゃうんですよ。男性が頑張って対応するってことです。いや、なんか日本人の男性大変ですね。だって思ってるか、諸外国の方がもっと大変だと思うんです。おっしゃる通りだと思います。日本はまだ全然、まだそれでもまだ増えてくるかもしれないけど、もう立て続けに2回起きてるし、うん、で模倣犯だって自分で言ってるじゃないですか、うん、だからそれまた面白かった。そういうことなんですよ。だから今日この話をもし聞いてくださった皆さんが、あー、なんかダミ声の男がいろいろ言ってるなって終わっちゃうのか、明日電車乗る時もっと極論で言ったら今日電車乗って帰る時にどうしようかなって考えて帰ってくれたら、私は少しこのダミ声で喋った回もあるかなと思うんですけど。いやでも本当にそうなんですよ。危機管理の実践って本当に自分の命、セーブザライフじゃないですけど、そういうことってそれが大事だと思うんですよね。まず即実践ですよね。あとあんまりちょっとお伝えできなかったですけど、距離を保つのが大事ですよね。だからさっきの最初の問いに対してちゃんと正しい問いに対する答えになってなかったので答えるとすると、そういう変な人がいても注意とかはしない方がいいってことになっちゃいますね、はい、いたから、はい、じゃあ110番とかした方がいいかもしれないですね、うん、110番が電車が動いてればできないのかもしれませんけど、例えば、うん、まあ、当然あれ確か火が上がるわけじゃない。そうですね。でそうすると、はい、逃げるしかない。火がだから火を燃やさないぐらい圧力かけれたかもしれないですか、勇気ある男性がいれば。火を起こさせないです。お前何やってんだみたいな、みんな怖がってるぞとか、例えば喋る人がいるとかいないとか、で別に海外ドラマみたいにやる人はないですよ。みんなで取り押さえて、ね、現行犯罪をする人は全くないですけど、でも、ね、カバンなりリュックなりで遮蔽物を置いた状態で一歩も動かせないとか、あるいは周りで取り囲んでるというプレッシャーをかけるぐらいはやってもいいんじゃないかな、というかやらないと誰も助からないみたいな、死傷者多数になるんじゃないかなって私は今回そういう印象を受けましたね。で抜本的改善策って言ったら、さっきちょっと極論を話しましたけど、自動小銃持ってる人をうろうろしたらだいぶ減ると思いますけどね、うん、それでも電車の中でやるのはやめようと思うでしょうね、うん、でも今度はディズニーランドでやろうとか、また悪いことを考える人が出るんじゃないかとか思いますけどね、うん、だからテロを起こす側の人間と同じような心理、ただの頭がおかしくなった精神的に病んだ強行犯、ね、強行な犯罪を行う被疑者が同じ発想じゃないですか、やっぱり影響力が多いところで。だって殺してやりたかったとか言ってるわけじゃないですか。そうですね、うん、大迷惑ですよね、まあ、ということで結構これから、あの私もこれ重要な問題になると思うので増えてくるし、でもあと私の娘も乗ろうとしてたりとかね、とあの友達がのちょうどそのいつもで乗って帰る電車だったのよねとかっていう話も聞くので、うん、本当に一言じゃなくて、これって日本全国で起こる可能性がすごく高いから、はい、そういう意味で本当に真剣に考えなくちゃいけないだろうというふうに思います、はい、そしてですね、じゃあそろそろちょっと皆さんからも質問というか、かなり男性頑張らなくちゃいけないというか、いや日本ってこの自動小銃持って電車の中歩くのってやっぱりそれは必要だと思うんだけど、日本の国民がこれを本当に許さないじゃない。私もそれを極論で申し上げただけで、うん、それがいいとは全く思ってないですよ。あった方が確かに抑止力にはなるけれども、うん、はい、自衛隊だってどうどこうの言われてる国が多分これなかなか難しいとは思う、ね、そしたら日本の男性が命がけでそれも守るのくせに、女性は子供やお年寄り守るしかないんです。その覚悟は全然ないと思うのね。ないと思いますないと思うけど、真剣な話、そうでもしないと被害者は増える一方ですよ。そう、そういうアナウンス系啓発活動していかなきゃねって、そういうことです、ね、だから今ちょっとだけ会社の宣伝だけさせてもらいますと、あの YouTube チャンネルを会社でディスコンチャンネルっていうのを作り出したんで、
そういうのまだ2回ぐらいしかやってなくて、再生回数もほとんどないんですけど。もう一回言ってください、チャンネル。リスコンチャンネルって言いまして、リスコンはカタカナで、チャンネルはひらがなでチャンネルってなってるんで、 YouTube で見ていただけたら、うちのスタッフとかが、動きのいいスタッフがパパって動いてたりとか。何してくれるんですか、動き方とか、そういう例えば危機管理を啓蒙する活動みたいな感じで、例えばこんな話があったんですよとかいう話し合いの様子を見せたりとか、あと動きのものだったりとか、そういうのもありますよね。あの、以前うちの教会でテロに遭った時に、銃を向けられた時にどうやって倒れたらいいのかっていうのを教えてくれたんですよ、田丸さんが、ね、はい、そう、もう相当昔になります相当昔ですよね、はい、ダダダダってやられた時に、あの、逃げるとね、あ、ちょっと説明したい、ちょっとサポートで。いや、もう簡単に言うと、銃声がもう日本と諸外国の違いですよ、一言言ったら。諸外国でバーンってなったら、あれネズミ頭みたいにパパパパーンって音がしたら、みんなバタって倒れるじゃないですか。あれが重要だって話をしたってことです、まとめると。日本人だと花火かなみたいになったり、音がその辺でバーンとかなると走って逃げ出すじゃないですか。仮に本当に自動小銃とか拳銃でもいいですけど、バンバン撃たれたとしたら、もう格好の標的です。みんな動くものに向かって発砲するんで、動いちゃいけない。だからドーンとかバリバリとか、そういう音はもし仮にしたら、もうバタってこう倒れる、その場で倒れる、その場で要は床に伏せるとですね、地面でですけど、でピクリとも動かないと、それが簡単なことなんです。それが一番重要ってことです。しかも相手には 足を向けてですよね。そうですね、頭を向けないと、背を向けて倒れるとか、そういうのも大事ですし、うつ伏せですよね。うつ伏せで倒れるとか、まあそういうことも大事ですね。ね、電車の中でそれはできないわね。できないでしょうね。今回の走ってる電車はしかも放火されてるからね。そうですね。ひたすら逃げなくちゃいけない。なんだけど、それだけ言ってると結局この動画何なんだろうなっちゃいますね。あの映像しか浮かんできませんよね。ひたすら逃げればいいって、みんな我先に逃げてるじゃないですか。だからあれ流しても全然解決にはならなくて、で、あの、私の友達のお子さん、まあ、娘さんがもう興味本位でっていうか、まあ、自分が乗ってるかもしれない電車だから、もう気になってひたすらそれ見てるうちにだんだん気分が悪くなっちゃうっていう、やっぱりこう二次被害、でそこには解決策はないから、いくらその動画を見ても解決しないから、ちょっとやられちゃってるっていう状況があって、それもあってちょっと今日は、どうしたらいいのかっていうのが分からないと、ああいうものを垂れ流されても仕方がないなと思ったので今日やっていました。ということで、ちょっとそろそろ皆さん、ちょっと質問タイムに行きたいなと思います。その中でまた、あの、続きの話をしてもらえればと思うので、でどうでしょう、まあ、山口さんもね、質問してチャットでもいいし、質問してもらえればと思いますけど、どうですか。はい、じゃあ安田さんから。あの、立ち向かう場合と、はい、逃げる場合の、はい、判断はどこでしたらいいのかとか、はい、あとはその、何人かで抑えるって話で、どうぞ連携するのってそんな瞬間的にできるのかどうかわからないんですけど、はい、仲間に、その立ち向かう時に仲間を集まるというか、引き入れるなんかコツというか、そういうの、その2つお伺いしたいんですけど、一つ目は自分のいる場所にもよると思うんですよ。犯人がもう隣の車両とか、隣の隣の車両みたいで、なんかキャーみたいな感じだったら、せっかく距離があるわけだから、自分の命最優先でいいと思うんですよ。だけど不幸にも同じ車両で、なんなら斜め向かいの席でなんかいろいろ起きてるみたいになっちゃったらっていうのが、まず一つ目の質問で、二つ目、誘うっていうことで言ったら、もうそれはもう周り見渡して体格良さそうな人、あとよく若い人でも若くない人でも、今あのベストボディジャパンコンテストとか流行ってて、無駄にムキムキしてる人いるじゃないですか。なんか蚊に刺されたら一発で倒れちゃってました。いや、強いと思いますよ、強いと思うけど、うっかりするともう絞りすぎちゃって、ああいう人にでも声かけて、やっぱ誘い込むっていうことですね。自分が目で見ていかにも弱ってそうな人には声かけても、そもそも見た目が弱ちそうだから、その時も 見抜く力でね、パッと張る。だからじゃあシミュレーションの話最初したと思うんですね。電車今日帰りに乗ります、あ、この中で守ってくれそうな人、自分と協力してくれそうな人パッと探すとか、やっぱそういう、なんて言うんでしょう、癖、シミュレーションのそういう
癖をつけることが大事だと思います、うん、電車乗った瞬間にね、うん、行けそうだみたいな、例えば石川さんみたいに女性だったりしたらあんたやってよっていう人を探してくれそういうことは、まあ、そういうことですあんたお願いとか私助けてとか、そうだね、そういう力強い人の人にこういう国でその人なんかその気になるかもしれないですよね。うん、あでもあの、これ犯罪者じゃないんです、犯罪者かな、あの、うん、こういう内部の事件じゃないんですけど、私セックハラじゃないけど触られたことがあって、うん、触られそうな時があって、その時にね男性が来てね守ってくれた、後ろに立ってくれて、うん、もうあれ感動、男の人がガサガサやってきたんだけど、そしたらねスーッと来てね帰ってくれたの。厳しいわよ、それちゃんとやってね。でもねあれですよね、そういうのも難しくて、電車混んでると痴漢ですなんてやられちゃう可能性ありますからね。石川さんはちゃんと周囲に気を配れてるから守ってくれたと理解してくれたけど、良かれと思った第三者が間違えて、そうそうそう、後ろに来たのにまだこういう風にして触ってたら、この人ちょっと俺守ったんだけどみたいな、いや何言ってんのよなんて石川さんあたりにいかって言われてもみんなひょれってなっちゃいますっていう風なことがあるから怖いですよね。そういう時はどうするんですか。じゃあ田丸さんはね、じゃあ、 女の子が痴漢されそうだなと思ったらどうやって守るの。痴漢されそうだなっていうことはされてないから守んないですよ。じゃあされてたら、こうゴソゴソやってたらどうするの。どうする、ほっとくの。だってだいたい満員電車じゃないですか。近くにいたから、目の前にいたらですか。目の前でやってるなってやったら何も言わないです。何もな、特に痴漢関係のこと言ったらまた自分のことを守る話になりますけどね、危機管理会社でストーカー対策をしてる社長が痴漢って週刊文春とか新聞とかに出たら嫌だから僕は見てみるんですよ。痴漢ぐらいは見てみる見てみる。でも降りたところが一緒だったりとかしたら、あんた痴漢してたよねって、うん、って言ってどうするぐらいは言うと思うんです、うん、言ってどうする、いややってねえよとか言うかもしれないけど、うん、女の子が言ってやりましたやりましたって言ったら現行犯にもなりかねないんで、うん、だからその女の子の様子は見ます。こっちがわざわざそこまで親切おじさんをやって、うん、それにこうしてくれそうな人なのか、うん、もうそんなことがあったことすら忘れたいからもうヒューって逃げちゃえば、うん、わざわざそんなリスクを背負う人はない、うん、わざわざ男性とトラブルになるだけですから、うんうんうん、僕はそう考えます。でもそれをみんなに知らしめてるわけじゃありませんからちゃんと守るべきだと思いますよということです。はい、でごめんなさい、なんでだからシミュレーションが大事だって話ですね。そういう場合は屈強な人を探しとくと、屈強な人を探してで声をかけるポイントとおっしゃってましたけど、いやもう自分たちやらなきゃ第2、うん、第3の京王線小田急線になりますよねぐらい言うしかないんじゃないですかね、うんうん、やりましょうと、あなただけ行ってじゃないんだと、私もやるからやりましょうって、そこは意志強くズバーンっていうしかないんじゃないですかね。あとはもうその人の倫理観とか、自分だけは助かりたい人だったら、でもどうせ誰かがやらないとそういう時にはもう死傷者多数になっちゃうんですよっていうのを言ってみたらいかがですかね。死傷者多数か死傷者っていうほどじゃないけど、自分の腕切られてちょっと血が出ちゃったけど、自分とその声かけたおじさんだけが怪我しただけがいいのか、お年寄りからね子供までもう大量殺人のあれが死傷者多数の状況で駅が止まって、それを受け入れるのか、どっちがいいんですかぐらい言うしかないでしょうね、うん、僕だったらそう言いますね。でやろうぜって言いますね、僕だったらっていうことです。はい、あまり答えになってないですどうですか吉田さん。まあその場になってないとね、わかんないけど、まあなんかそういう時になんかそういうスイッチが入ってたらなるかもしれないですけどね、はい、それまあ状況的にどうなってるかわかんないです。一番最初に逃げてるかもしれない。いやいや、だから逃げれる距離だったら最初申し上げた通り逃げればいいと思うんですよ。恩義大切なのはみんな一緒ですから。だって私だって冒頭に申し上げた通り、本館でも本職でもないから守りませんよって話ですよ。変な言い方。
お客さんと一緒だったらもうここぞとばかり守りますけどね。お金もらってるし、お金もらってるし、お客さん守るの、もう他の人犠牲にしてでも守るようにしますよ、ね、お金いただいてるんですよ。それはそうですよ、もちろんですよ。だってそれ商売にしちゃってるわけだから、はい、でも今日お話聞いてからスイッチ張るんじゃないですか、ビッと、うん、そうだったら、ね、もう誘えばいいってこと。なんかやっぱり一人で声かけるのはやっぱ危ないんですよ。私もちょっとこれ信じられないなと思って、よく一人で声かけちゃう。だから昔ながらの日本人のそういう義侠心があだになるわけですよ。だから声かけないで、冒頭申し上げた通り、もし隣の席だったらもう知らんぷりしてスーッて車両移動すればいいってことですよね、うん、そうなりますよね。あとやっぱり 目も合わせちゃダメですよね。ああそうですね、うん、視界に入れとくことは必要だけど、あいるなっていう感じにしとくってことです、うん、あのたまにほら寝が素直な人、変な人がいるところ目で追う人いるじゃないですか。あと子供とかね、そうだから子供とかが見て襲ってくる可能性もあるから、ね、小さい子、うちも小さい子いるんですけど、ね、そう見せないようにするとか、なんか 歌いながら移動するとか、うん、お母さんはそういう必要があるかもしれないですね。絶対目こう見ると目合いがちですもん。目合うと絶対標的になりますもんね。そうそうです、うん、そういうのも大事かもしれないですよね。自らケアを消すみたいなことでございますよね、うんうん、はい。今の話はかなり究極のこう事態の場合だと思うんですけど、普段からできることとして、例えば会社企業だと、まあ例えば怪しい人が入ってくるとか、なんか乗り込んできちゃうとかっていう時のための、はい、まあ、準備とかっていうのは、まあ、広報はあまりそこまでしないとそうもらったりとか、会社としてはやっぱりしていることがあると思うんですけど、その時にこういう準備をしておくといいよとか、あ向き、あの銃は準備できないですけど、はい、あのよく最近駅でもさすまたですね、なんかそういうので練習、あの訓練をしている報道でも見るんですけれど、普段からやっておくといいよっていう準備はありますか？やっておくという準備は、そういう危機管理、また自分の宣伝になっちゃいますけど危機管理会社にやっぱりそういうのを頼むといいと思うんですよね、うん、で、まあ、時折それが3ヶ月に1遍でもいいですけど、あのいつって言わないで変な人役でその危機管理会社の人に来てもらって、はい、何もやってないとこんな大惨事になりましたねというのをまず1回勉強する。またで3ヶ月後、またいつか分かんないけど、この3ヶ月の間にまた来ますから自分たちで考えてみましょうみたいなとこから始めて、でせっかく危機管理会社にそういうのを頼んでるんであれば、動的トレーニングだけじゃなくて、そういう例えばやり取り、身分確認とか、でも身分確認するときに身分確認してる受付嬢が殺されちゃったら困るんで、距離を保ってとか、見るから怪しそうなときには合図決めとくとか、プロ野球じゃないけど、そうすれば後ろにいる総務部長が見えるとか、あるいは伸びをお客さんがいるのにこうやってあーって伸びとかしたら、おかしいけどおかしい動きって目立つわけじゃないですか、上司が見てたら、お前何サボってんだってなるところだけど、それを伸びを3回例えばしたら、変な来客あったの合図とかってなれば、みんなそこに着目するわけじゃないですか。そういう勘が大事なんですよ。だからシミュレーションが大事なんですよ、最初申し上げた。それは個人だろうと企業だろうと一緒ですね。物質的に何か用意をしておくものっていうのは、それこそよく警察が訓練とかでやってる、まあ、薩摩とか持っててもいいんですか、あれって持ったことございますか？結構重いんですよ。もうおまわりさんは普段鍛えてるから全然いけますけど、結構デスクワークの人なんかおーってなっちゃうんですよ。なんで薩摩を買って筋トレしとくとか筋トレしない例えばですよ、まあちょっと今のはちょっと少し冗談に近づきましたけど、物質的なもので言ったら、あのそういうクリアケースみたいな、なんて言ったらいいんですかね、防弾盾とみたいなやつがあるんですよ。そういうのをこうも備えて何個か置いとくとか、で伸びを3回したら危機管理担当の A 君 B さんが慌ててそれをそいつがいる近くのスタッフのところにこっそり持っていっておくとか、でなんかいきなり刃物でも出されて暴れられたら、そういうのでこうバチバチできるわけじゃないですか。先ほど申し上げたリュックだのカバンだのと一緒ですね、遮蔽物にすると、うん、なければやられっぱなしになっちゃうんですよね、うん、トレーニング積むというのが大事です。あとはシミュレーションです、うん。
あるんですけど、どうぞ。リアルだけじゃなくて、最近はそのネットとかを通じた、はい、まあ怪しい人だったり怖い人からのそのタッチが、まあ、その辺だと広報的にもよく受けることもあり得ると思うんですけど、そういった人たちへの対応で大事なことってありますか？皆さんプロフェッショナルの方にちょっと私なんか差し出がましいところであるんですけど、例えばその企業のに対しての嫌がらせで、まあ適当に言いますけど、例えばこのカップ作ってる会社だとしますよね。でこのカップ使ったら火傷したとか始まったとするじゃないですか。言いがかりなんですけど、でも言いがかりと思って対応しちゃうケースって多いと思うんですよ、ネットだと特に。だけど本当にそうなのかどうかって事実確認やっぱりもう超特急でやって、で仮に一件でもあったらもうこの辺もう皆さんプロフェッショナルで本当に申し訳にくいんですけど、先に広報を通じて出しちゃうってことですよね。一個東京都目黒区でこれで火傷事件がありましたと、この時に作られたロットのものは全部今から回収しますと、鋭意対応して再発防止に努めるためこれの作り方見直しますぐらいのやつをやっぱ出しちゃうと、企業としては対応早くてよかったよねのコメントがやっぱ多いし、その仕掛けてきたやつも後からいろいろ言ってもいやでもやることやってるよね会社はみたいになるから、被害未然防止にはならないかもしれないけど被害拡大防止にはなるのかなというところがあると思うんで、そういうのがいいんじゃないかなと思いますけど。あまり答えになってないです。皆さんがご存知のことをそのまま申し上げたという感じですけど、はい、はい、あとじゃあ、小芝さんと山口さんそれぞれ質問を受けて終了にしようかな。私は思いますのは、なんていうのかな、もう相当に訓練された人が、はい、なんか危害を加えてくる場合は結構覚悟する必要があるのかなと思ってて、そうでなければ、はい、意外に対応できるんじゃないかと思ってる。例えば、うん、例えばこんなカバン、はい、こんなカバンがあるだけでも、はい、今もう刃物を取り出しましたとかって言ってもですね、はい、訓練された人でなければ、はい、訓練、例えば私がこう刃物で人を殺そうと思っても多分大したことできないと思うんですね、はい、カバン一つで容易に防げちゃう。だからなんていうかな、もう相手がその手だれのものかどうかっていうのを見分けることができれば、はい、そのなんていうんですかね、こうちょっとした抵抗を試みるとか、はい、あるいはもう逃げるほかないとかっていう判断ができると思うんですね、はい、なんかまあそんなのって見分けなんてなかなかつかないんでしょうけど、はい、どうなんでしょうね、なんか、うん、その手だれのものかどうか、はい、その判断できるようなことって何かありますかね。なかなか、はいはい、おっしゃってる。最近の事件のようなケースだと、はい、ほとんど問題ないというか、はい、もう一般の人が立ち向かわなければならないことになったら、はいはい、カバンでボーンってやるだけで、はい、実は攻めちゃいますよね。はい、はい、おっしゃる通りでございます、ね、そう思います、はい、だから、はい、それで戦うのは全然大したことないってことはないですけども、はい、手だれのものだったらもう全くや対応できない、全く対応できずに一方的にやられちゃうと思うんですけど、はいはい、その時はもう覚悟するほかなくて、そうですね、だから、うん、手だれのものかどうかこう、うん、最初に判断するって、もしそんな事態に立ち至った場合には、はい、うん、でも判断できない、難しいと思います、ね、難しいですね、はい、我々でも多分難しいと思います。だって手だれのものは頭おかしくなっちゃうと、今回の小田急線や京王線のような人間の風体というか雰囲気を醸し出すでしょうし、頭は正常だけどやろうとしてることが乱暴っていう手だれのものだったら目つきとかも落ち着いてるでしょうし、誰かを睨むともなく息を吸うかのようにこうやってブスッと殺すんですよ。なのでまあ、なかなか難しいことはおっしゃる通り、小芝さんのおっしゃる通り難しいと思うんですけども、はい、じゃあ山口さんどうぞ。私今 AED の NPO 法人で理事をしてるので、ああそうなんです、先ほどの AED の話の時にちゃんと実は送ってるんですけど、あ、ごめん、今駅にはあるんですが、
駅にはあるんですが電車には乗っていないはず。あ、そうなんですね。はい、で一つこれちょっと失礼しました。はい、聞いておきたいのが、はい、私実際にお店にある AED を使って人命救助をしたことがあって、はい、そこから今そういう活動をしてるんですけど、はい、結構な確率で AED を例えば駅とかオフィスビルにある場合にそのこれはうちのものだから外に持っていかないでって言われるケースが実は多いようで、はい、なので外で起きた事件に対してどこかの中のものが使えないっていうリスクがあるっていうのはちょっとお伝えしておこうかなって、はい、いや、おっしゃる通りなんですよ。うちのは今回動画でもそれ出してるんですけど、うちの会社で同じことに今言ったことに遭遇した人間がうちのスタッフにいて、まあ、簡単に申し上げますとおっしゃる通りです。コンビニに探しに行った、でコンビニで、あれでしょ、 AED どこありますかって聞いた。ほいだら AED って何ですかって言われたっていう話なんですよ。でその人間は元自衛官なんで自動対外式除細動器って日本語で言ったんですけどもっと分かんない顔されたんで慌ててまた走って今度駅行ったんですよ。でおっしゃる通りのことをおっしゃったんですよ。駅でいや持って行きたいんですよと、もう倒れてもう、ね、救急車呼んだけど早く救命措置やんないとまずいんで持ってきますよって言ったら、いやこれは駅で管理してる AED だから上司の許可をもらって持ってってくださいと、上司がまた上司の上司に決裁員もらってなんて言ったからもう泥棒みたいになっちゃったけど、その自衛官バーッと持ってったと。そしたら泥棒とは言わなかったけど駅員が2人追っかけてきたって言うんですよ。あ、いいんじゃない追っかけてきていやでも人命救助が最優先じゃないですか危機管理で言ったら。そんな決裁員知らねえよ、国の管理のもの知らねえよ、何のために AED やんのって、使うため使って少しでも命を救うためで同じことが起きたんですよね。だからその辺はその管理している施設なりホテルなりももちろんホテルで起きたらホテルで再生で使えばいいんだろうけど、外で起きたのをこう使わせてくれてきた人に決裁員だの上司に伺いだろうなんて言ってる場合じゃないよみたいな感じで、そのなんて言うんでしょう、そういうルールみたいなのが作れるといいですよね、本当はね。そうなんですよ。なので今日本 AED 財団で AED ナビっていうアプリを作ってまして、それがこう市民がみんなでここに何時から何時まで使える AED あるようなっていうアプリがあったりするので、はい、その AED の件に関してはちょっとそれをお伝えしておこうかなと思って。おお、電車にはないわけね。電車の中にはないんですね。電車の中にはないはずです。駅にはありますが。おお、危ないね。じゃあ走ってる最中に、ね、心臓発作起きちゃって倒れちゃったり、駅から持ってくると思います。駅から、うん、でも走ってる最中は駅から持ってこれないと、ね、そう走ってる最中持ってこれないでしょ。駅着いて結局やることになる。でも結局運転手がやるとかどうのこうのになりますからね。でも新幹線はあるのよね、きっと。さあ新幹線はちょっと確認しておきます。新幹線 AED なかったでしたっけ。なんか僕見たような、みたいな気もするんですけど、でも確実じゃないんです。確実じゃないんで、あの新幹線乗るときに今度確認する必要がありますね、私たちはね。中で見た記憶はない。本当ですか。じゃあないのかもしれないですね。財団の方がおっしゃってるからないんじゃないですか。いやいや、電車に関してはなかったです。ああ、そうなんですね。そしたらもう自分でこれしかないですよね。一生懸命これやるしかないです。それだと結局その寝室サイドが止まらないので、これだと血液と酸素は若干はいくんですが、5分以内で確実になくなります。おお、じゃあどうすればいいんですか、逆に。なのでやっぱり寝室サイドが起きてる場合は AED をつけて、うん、1回心臓を止めないと、うん、やっぱりダメだってことなんですね。ダメです。難しいもんですね。皆さんで今度トレーニングをやる。そうね、うん、そういうの一回やってもいいよ、ね、あ、それは大事ですね、はい、今度また企画しましょう、はいはい、あと一つだけ質問なんですけど、その見た目でっていうのもよくわかるんですけども、最近の傾向として若い子が見た目がわかりにくくなりませんか。昔って短乱ボンタンとかリーゼントとかあ、不良の見分け方ですね、はい、わかりやすかったんですけど、はい、今古い子が見た目ですごくわかりにくくなってるっていうのが、はい、私は肌で感じているんですけど、はい、はい、そ
その悪い、うん、でも例えばその何て言うんでしょう、人様に迷惑かけるような人っていうのはやっぱり兆候があると思うんですよね、うん、その普通の服着てても、うん、なんかきちっとした子が多いんです今、うん、でも落ち着きがないとか、うん、いや服とか着てパッと見はそうだと思うんですけど、例えば長時間長い電車とか乗ってよく観察してれば、あこれちょっと変なやつかなってなんとなくわかると思うんですけど、でもそれは僕が正直元警察官だからっていうのもあるのかもしれないんで、そうなるって言うとそういうトレーニングしてもらうしかないですよね、うん、逆に。あ例えば今までの経験の中で、いや普通の人なんだけど、うん、パッと普通の服を着てるんだけど、うん、すごいおかしいっていうのが分かった例っていうのはどこですか？どこですか？目つきとか、あと薬やってるやつはすんごい汗かいてるとか、すんごい水飲んだりするからすぐ分かるんですよ。あ、うん、目つきはどういう感じ？瞳孔が開いちゃってるとか、なんかすごい、あと落ち着かない感じですよ、うん、もう汗もすんごいかいてるし、うん、夏でも秋でも冬でも、うんうん、なんかもう要するに全然プロじゃなくても一目で見てこの人は薬やってんじゃないかなって思うような感じがありますよね、うん、なんですぐ分かると思いますけどね。ただおっしゃる通り、そのいわゆる悪いことする人をそういう薬もやってない普通の格好してるで落ち着きもある独り言とかも言ってないみたいな、もうそういう人がいきなり起こすじゃないですか。それを見分ける方法はって言われると私も正直分かんないですね。もう勘です、勘。自分の勘でこいつやばそうって思うのは大体当たるんですよ。でもそれは僕が多分本職だったからと思うんですよね。だからそれを皆さんに伝えるのは結構難しいかもしれないですね。ほぼや多様化してますよね、うん、多様化してますよね。それはそうだと思います、うん、でも僕はなんかわかります。なんとなく僕自身はね、うん、まあ、でもね、ちょっと汗とか動きとか目つきで、うん、よく観察するってことよね、こちらもね、うんうん、なんか変だと思ったら、あとは変だと思っても思わなくても自分で車両を変えたりすればいいんじゃないですか、うんうんうん、もう絶対にそういう目に遭いたくない。でも運が悪ければ3回目に変わった車両に変な人が乗ってるかもしれないからそしたら動かない方が良かったっていう結論に至るんですけど、毎回車両変えるとか乗る電車を変える乗る時間を変えるって、まあでも危機管理でそういうことやるんですよ本当に、あの警護対象者と一緒にいる時、それぐらいもう自分が警護担当になったつもりぐらいで危険に遭わないように、危険を避けるように動く日常的にってことが大事なんですかね。警護訓練いいかもね。私たち自らがロールプレイで警護の誰かを守る訓練をするっていうのは、でも要は電車に乗ったら携帯でゲームしたり音楽聴いたらそんな気配は感じられませんよって、はい、そういうことですね、はい、だからまずはそこからですよ、はい、そうやっぱり自分の身を守るんだったら、はい、やっぱりそういうところも、ね、ちょっと考えた方がいいです。 100% そこのゲームに没頭するんじゃなくて、ね、そういうことです。だから私とかはゲームとかやらないし、私もやらないですね。スマホでこう大事なお客さんからのメールとか打ったりする時もあるけど、やっぱり周囲にはすごく気がかかってます、ね、ということで、ちょうどいい時間ですかね。新幹線に AED 搭載してますね、はい、あやっぱりそうですか。新幹線には入ってるそうです。乗ってるそうです。 JR 東海と東日本見たら全部編成に1台は積んでますね。ネットで見ただけなんです、はい、ネット情報ではどの辺にあるんですかね。あの車両に一覧に、例えば JR 東海だったら車掌が乗ってるところとか、はい、東日本だったら、うん、あのいや全部その何両目に乗ってるっていうのが全部図が入ってる。図が入ってる。それちゃんと確認をするっていうことね、うん、確認する大事ですね。マネジメントでも大事ですね、はいはい、ありがとうございました。では今日はこちらで終了ということで、はい、玉さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ山口さんお疲れ様でした。